パンチラどんだけ見えたら嬉しいかっていうのも、僕は先日全部見えたんで。そうだったね。言えてたよ、ね。ああ、全部見えはね、俺許せないんだよ。ヒロさんダメなの？うん、俺はね、やっぱりそのね、その見えるか見えないかのラインでこう、なんか、あ、ちょっと色が違うのが見えたぞ。なんかあの、やってるぐらいの。のれんちょい。のれんをくぐんな。ぐらいのパンチ。ああ、まあ、そうだな。やってるレベル。まあ、若干それに近いかな。近くも。難しいな。どっちかっていうと、見えた見えないよりも、見えるか見えないかっていうドキドキ感の方がね。俺は楽しい。結果よりも。なんか、結果よりも過程。なんか、でもね、その、それに近い俺も。あるでしょ？うん、あのね、結果的に見えちゃうとなんか、あっていう感じになる。見ちゃった。それまでが、よ、もう、もう、よし、よし、よし、もうちょっとみたいな。そう、9回裏逆転かみたいな。そう。いや、それもよくわかんないけど。あの、ドキドキ感、ハラハラ感。その、駅の階段までどんな一日だったかわかんないけど、そこで見たらもう逆転だぜ。そう、そういうドキドキ感ね。ひっくり返せるかっていうね。そうだね。まあでもテーマ違うわ。駅の階段か、それとも他にあるかで、パンチラチャンスだからね。この間さ、公園行ったらさ、カップルが寝っ転がってたんで。寝っ転がってたの？寝っ転がってたの。地べたに？うん、あの、なんか、あの、ベンチ？そうそう、あの、ベンチじゃなくて、もうなんか、あの、シートとかに。シートとかに。すごいね。あの、こう、なんだろうな、原っぱみたいなところがあって、で、そこで、なんか、結構大きい公園だったから、うん、で、そこでこう、なんか、シート敷いてさ、なんか、二人で、まあ、なんかもう、くんずほぐれつみたいな感じになってるわけですよ。もにゃもにゃしてた。そう。始まっていたわけ。そうそう、で、その時にさ、結構スカート入って、始まってる何が？ちょっと待って、お昼それ。俺も鈴木ちゃんだよって聞いた。昼だぞ、昼。あの、待って、君たちね、あの、おかしい。俺鈴木ちゃん。どんだけ頭の中エロのことしかねえんだよ。ちゃう、やめてくれよ。いや、昼だよ。何、そういう話をどんどんしていけばいいの？そう、とりあえずその話の続きを聞きたい。まあ、とりあえず昼間だったのよ。ね、子供とかも普通にいるんだけどさ、まあ、そういうふうにイチャつくカップルとかもいたのね。いや、あれ、で、比較的さ、スカート履いてる、しかもミニスカート履いてく人多いんだね。なぜか。寝っ転がってること考えてないのかなって思って。でもただ普通に歩いてて、ふーって、あ、カップルイチャついてんなって思ったら、あ、パンチラって思って。ちょっと面白い。そういう感じなの、本当に。そういうノリで見えちゃうぐらい見えてたの。そんなのパンチラじゃないですね。そう、だからね、若干違うんだよ。危機感がないパンチラってなんだ。だから、本人気づいてないっていうのがまず大前提にあって。そう。それは、見せパンとかもう完全 NG ですよ。あれ何あ、見せパン許せねえ。あれパンツの上から見える。そう、上から、あの、ジーパンとかから、こう、なんか、こう、ちょっと見えたりとか。隠せって思う。隠せ。あんなもんただのゴムだ。あんなもんパンチラじゃない。まあ確かにゴム部分が見えてる。あんなもんパンチラ。それを言ったらパンチラ自体も全部ゴムじゃない。たまにあの、パンツすら下がってて、なんか、お尻の始まりみたいなのが見えてる人も始まりの違い。でもね、若干ね、鈴木ちゃんに反対意見が言えないんだよね。この間見ちゃったんだよね。お尻の始まりは。あれさ、何っていうかあれ何を思ってさ、なんかもう、割れ目がちょっと始まってんの、本当に。そう。本当に始まってたんだよ、あれ。数センチ始まってる人とかいるからね。あれは、あそこから何、君は日常生活で何がしたいんだって思うんだよね。自分を過大評価してるんですかね。自分のお尻が割と上から始まってるって気づいてないんじゃない？いや、逆じゃない。過小評価じゃない。私なんか見ても誰も喜ばないから別にいいやっていう。ああ、そこまで謙遜してくれたらまあいいですけど。そこまで謙遜してたらもっと普通のやつはねえよ。なんでローライズなんだよ。ああ、確かに難しいな。じゃあ、チャンスだから。そうか。まあ、それも大事だけどね。確かにね。